佐賀テレビアプリに寄せられた動画です。穴の中から聞こえる不思議な鳴き声の持ち主とは。おととい午前10時ごろに鹿嶋市の京ヶ岳の登山道で撮影された穴。穴の中からは不思議な鳴き声が聞こえます。鶴丸さん、この鳴き声は何だと思いますか？なんかいろいろありますけど、なんか、はい、ワンっていう子犬のような声も聞こえますよね。ねえ、少しワンという感じもするんですけど、はい、実はこちらカエルの鳴き声なんですよ。なるほど、はい、県立宇宙科学館の北明人さんなどによりますと、このカエルはタゴガエルという種類で、本州や四国、九州の山間部で見かけることができるということです。珍しいですね。九州地方では今の時期に繁殖期を迎え、オスがメスを呼ぶ求愛行動でこのような鳴き声を出すそうです。